私も19、16からは、うん、あの見ることはあってもやっぱりあの1試合を通して見ることがないのでちょっと恥ずかしい気持ちとなんかあ意外と緊張してなさそうな試合運びだったなっていうのを、うん、はい、見てびっくりしました。いやもう私は本当に初めて見るぐらいの気持ちで、うんうん、あの見させてもらったんですけど、でもやっぱ見てると本当にあの今タカピーが言ったようになんか表情めっちゃ落ち着いてるし、うん、なんか意外と改めて見ると勝つべきして勝ったのかなって思うような雰囲気で見た、うんうん、振り返って聞くとまたよりもう私もなんか視聴者みたいな気持ちでさそのどうだったのとか、うん、どんな声掛けしてたのとか、うん、なんかそういうの聞くと、まあ、またなんか面白い視点で見れたんで、はい、よかったです。いやなんかびっくりしました。思ってることが割と一緒だったんで、はい、そこはびっくりです。なんか結構他競技とか見るの好きじゃん、うん、好きになりましたね最近 ね、うん、だからなんか単純に何でも結構楽しむタイプの人じゃん。あ、そうです、ね、そうだから楽しんできて、あの、はい、さっき自分でも言ってたけどオリンピックは楽しむのが一番って言ってた。私も楽しまないと。そう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 、多分本当試合とかよりもこういうの方がなんか緊張しません、うんうん、するする。なんか人のことを伝えるっていう方がやっぱそのいろいろ勉強もしなきゃいけないし、うん、やっぱ自分のことを話すわけじゃないんで結構ね、うん、大変ですよね。でも結構楽しめるタイプの人なので、そうか、なんか楽しんできてほしいなと思います。はい、楽しみます。